とは言ったものの、ずいぶん高いところまで来たわね。足痛くない？景色は綺麗だけど、上り階段ばかりだから。疲れたらいつでも休んでいいのよ。休むことこそ成功への近道だって誰かも言っていたしね。眩しいところね。でも見つけたわ。あれが四つ目の黒いかかし。ここから杖の物語、最後の記憶に入れるはずよ。武器の持ち主のほとんどは戦いに身を置く者たち。あなたはこれから多くの死を見届けることになるでしょう。覚悟はいいかしら？町を出た女はやがて荒れた森にたどり着いた。朽ち果てた教会がひっそりと立っている。壁はもはや用をなさず、天井は崩れ落ちている。教会の奥で女が見たのは、古びた機械兵と少年の遺骸だった。女が近づこうとすると、突然機械兵が立ち上がる。蘇った機械兵は女へ銃口を向け、うなり声を上げた。賞金稼ぎの女は倒した機械兵の記録を確認する。かつて王子であった少年は王国を追われた身だった。共に旅をしていた男は彼の友であり護衛であった機械兵。しかし少年は病魔に侵され、旅路の半ばその命を落とす。一人残された男は少年の遺骸を守ろうと近づく者全てを殺すようになった。少年の死から100年、機械の体は錆びつき、意識は薄れ、王国さえ滅んだが、男はずっと自らの主を守り続けていた。女は二人を弔う墓を建てると、静かに森を立ち去った。あの子は国を追われた王子だったのね。そしてあの機械は壊れかけてもなお主人の亡骸を守り抜こうとした。この記憶で杖に残された彼らの物語もおしまいね。これで正しい物語がその杖に収められたわ。お疲れ様。ほら杖を見て。
それは意志。あなたが失ったかけらの一つ。あなたが今集めなくてはならないもの。